沢口万恵美さんが紹介してくれたのがこの本でした。ママがいい、保育所に預けられようとする子供が叫ぶ、 泣き叫ぶ、ママがいいママがいいんだっつってママじゃなきゃ嫌だこういうものを題名にしたものである意味で言うと子どもを犠牲にして進められる保育教育つまりお母さんが働くっていうことがさも素晴らしいことのようにそして子どもを預けてですねあのやるこういった政策は子ども政策として自民党政権公明党政権こういうのが行っているということでありますまたそれに反対する野党も少ないわけでありますそののビジネス化する保育というのは11時間 の保育が標準にしようと女性を労働力として活用しようそれでないと少子化だからダメなんだと子供を妊娠し出産し育てる女性にしかできないそして偉大でかつまた崇高な行為誇りある目悪くこの行為についてこれをさも余計なもの 本質的なものではない、女性しかできない、こういった行為を捨てさせて、労働力として活用しよう、こういう浅ましい根性が、実はこの子ども政策になっているわけであります。胸の痛みを感じない、子どもがどんな寂しいか悲しいか、親はま仕事があるからしょうがないとか、いろいろことはあると思いますが、政府自体がこれを奨励するような、働く女性こそ素晴らしいんだとか、 子育てをする女性はもっと素晴らしいじゃないですかということが言えない政治家たちそして保育ビジネス保育利権に群がる厚生労働省はじめとして役人や政治家たち保育所で1人子供を預けるそれを補助する政府の子供一1人当たり30万円30万かかるって言うんですよ1人にその30万円税金で保育所に渡すなら働くお母さんにこのお金を与えたらどうだあるいは15万でもいいですよ働かなくても15万円 子供を育てれば15万円月に入る。二人子供産んで育ったら30万になる。こういうような形の保護をした方が、はるかに北海道の亡くなった田島正明先生の子育ち自然移育というのを、我々チャンネル登録でやってましたが、赤ちゃんはそのままにしとくと母体から出て、そのへそのをつけたままお母さんのおっぱいを取りに、胸にどんどん這い上がってくるそうです。彼らはお母さんの鼓動、お母さんの息遣い、お母さんの匂い、お母さんの声、 いろんなものを学びながら、外に出た世界が暖かくて優しい安心できる社会である世界であることを肌で感じていきます。まあ、3歳、4歳までは少なくともお母さん、いつもいてあげなきゃいけない。生きるためにいろんなものを教えてくれる。こういうものを学ぶ。その時期を全部赤ちゃんの権利です。これをこれを奪い取る政治家や。 経済人たち税金を使うとしたら1人30万保育所に1人当たりかけてるなら子どもたちにお母さんに15万毎月入るようにすればお母さんは働かに出なくても子どもを育てることができる自分の愛情で政府がやるべきことは子どもたちがもう大丈夫だねって分かった時復帰できるシステムや法律を用意することこういうことが大事じゃないでしょうか。 手当があれば子供もっとと作ろうと思いますよ人間というものを単に労働力商品としてしか考えないこういう日本の今の現在を私たちは変えなければならない子どもが大切にされる社会はお年寄りも大切にする社会です